皆さんこんこにちはレック専任講師の赤松です今回は私の方で実施いたします新講座「赤松式起伏10分朝トレ100台」という講座についてご案内をさせてください。まずこちらの講座中上級者向けの定番講座であります「実践力パワープ講座」の気伏編講義テキストです。 こちらのテキストを使用してまいりますそちらのテキストに不動産登記法合計100台商業登記法も合計100台掲載がありますそしてこちらのテキストを使用して1日10分のイメージで合計で100台順番に見ていこうという講座となります講座のタイトルが10分朝トレとなってます1日10分 当然朝にトレーニングしてていいただいても結構ですそれからお昼の時間帯夜の時間帯いつでも結構通勤時間それからお昼休み等皆さんの小間切れの時間を有効活用して技術の力をつけていきましょう。内容的には初級より少し上と思っておいてください。中上級的な内容ただ 本試験レベルほど難しくもありません。まあ、キュースのひな、えー、形を一通り勉強されたかなという方であれば十分ついてこれる講座です、えー。キュースの学習なかなか難しいと思います。えー、キュースの学習を、えー、どうしてよいかわ、えー、からない。あるいはキュースに、えー、少し苦手意識を持っている。一応雛形は、えー、勉強したんだけど、この後どのように勉強していけば、えー、いいかわからない。 まあ幅広い層の方が受講いただける講座となっておりますぜひ受講を考えてみてくださいこちらの講座各回ごとにね、いろんなテーマを取り上げていきますそして合計で各登記法1 0回を通じまして旧式で必要とされるひな形それからひな形だけではありませんそのひな形を学びながらですね 記述に必要とされる重要な論点、これも合わせて見ていきます。えー、少しだけサンプルをご覧ください。テキストはこのような内容となってます。例えばこれは商業登記法の第一項です。称号変更と目的変更がテーマ。はい、このような感じでまず前提となる開始の登記録、そして次。 株の総会の決定事項、そして使用紙の聴取記録、こんな感じで1ページに問題がまとまっています。まあ、ただ少しボリュームが大きければ問題がま数ページにまたがっている場合もあったりします。で基本的にこのように手短に問題が出てきまして、そしてこの問題のひな形を考えていただく、こんな講座となってます。今回でしたら、称号の変更と目的の変更、そして まあこのマーカーの部分が大事な部分、えー、登記すべき実行どのように書くか、まあ、これを、えー、テキスト通じて覚えましょうとねいうことはい、そして下の方に降りていただくとこんな感じではひ、い、な形だけではなくて、えー、本問題に出された論点も提示しています同一の称号が、えー、登記されているが本点の所在場所が同じでなければ登記できるとかねあるいは 目的については具体性について審査を要しない。まあこのように記述に必要な雛形のみならず論点も合わせて学習できる講座となっています。はい、このような形で実践力パワープ講座の記述戦講義テストテキストこちらを利用しましてね。皆さんにしっかりとした記述の基礎力をつけていってもらいます。一日十分というイメージです。 9月の下旬からご受講いただくことができますので是非こちらの講座を受講いただいてそしてちょうど100日年内あたりをめどにですねしっかりとした技術の力をつけていきましょうはいこちらの講座を通じて是非ライバルにね差をつけましょうではたくさんの皆さんのご受講をお待ちしておりますよろししくお願いいたします。